徳川家康所要南蛮道具足南蛮道は、ヨーロッパの銅鎧を16世紀から17世紀の日本において日本風に改造した鎧、またはそれを模して作られた鎧。安土桃山時代の陶製具足の一種で、西洋から輸入された甲冑の銅に草ずり、袖等をつける等の改造を施した。前後2枚の鉄板からなり、銅の下場が尖り、全面中央部が、 鋭角的に盛り上がっており、鉄砲の攻撃にも強い。また同じように、西洋の兜を輸入、改造、模倣したものを、南蛮兜と呼び、用いられた。同、兜のみ西洋甲冑の様式を導入し、それ以外は、日本の甲冑の様式を採用したのは、以下の理由による。当時の西洋の海兵が着用した甲冑は、陸戦用のプレートアーマーから、腕部、 脚部のパーツを省略したものであり、それがそのまま当時の日本に導入されたため、腕部、脚部については日本の様式で補うしかなかった。当時の西洋甲冑は個人の体格に合わせたオーダーメイドであり、他のものが着用すると動くのも困難であり、フルセットの甲冑を輸入した場合においても、それをそのまま使うことはできなかった。山岳地が多く、 また城の形式の違いから、日本の武士は、傾斜地や石垣をよじ登っての戦闘をする場合があり、西洋甲冑をそのまま使用することができなかった。その珍しさから徳川家康などの武将にも愛用されたが、重量が重く高価な鎧であった。なお、徳川家康は、南蛮道具族を自らが愛用するばかりでなく家臣の榊原。 安政や渡辺守る綱に分け与え、また黒田長政にも自身の南蛮兜を与えているが、これは日本に漂着したリーフデ号から回収した甲冑を再利用したものである。この南蛮道は関ヶ原の戦いで着用、可視されている。これを模して純国産の和製南蛮道も作られるようになった。見分け方としては、輸入改造品の南蛮道は、 同化端が尖り V 字型になっているのが和製南蛮道は尖らずに逆台形となっている。これは日本式の帯を締める着用型では前が尖っていると邪魔になるためである。また南蛮道はその堅量さを確かめ強度を誇るために銃で試し撃ちすることが行われ現存する遺品には銃弾の跡が残るものが存在する。和製南蛮道でもこの試し撃ちが行われていたが あとには、弾痕のような模様を彫り込んだ、見せかけのものも作成された。実践での弾痕が残る遺品もあり、ナルセ・ヨシマサ所要南蛮道がその恒例である。南蛮道の愛用者としては、現代の娯楽メディアでは、織田信長を欠かすことはできない。しかし資料上では、1588年に、ポルトガル領ゴアのインド復王より、 豊臣秀吉への外交文書と共に贈呈された目録上の甲冑が確認できる最初の南蛮道の伝来である。秀吉が南蛮道を使用、または可視した資料は残っておらず、1600年のリーフデ号によるものが記録上は最初の使用例となる。また明智光春所用とされる和製南蛮道具足があるが、これも実際は17世紀のものと推定されている。 欧州各国船は敵対国との抗争と渡航先での不慮の事態に備えて本来は商船であるリーフデ号のような船でも武具を積み込むのが常識の時代でこれはスペイン、ポルトガルから日本に渡航していた船舶も同様であったまた時期と地域が若干異なるが地中海貿易においてはイタリア製の甲冑は主要な輸出品の一つであった従って 日本に渡航した船から南蛮道を入手していた可能性は十分にあり得るが、資料が減存していないのもまた事実である。近年の映画作品において、黒沢明、影武者での織田信長のイメージは強く影響し、以後の映像作品、漫画、ゲームなどに南蛮道とマントの信長像が固定化することとなった。また、角川春樹、天と地との上映以降、 上杉謙信と南蛮道を結びつけるイメージも一部にいるされた。ありがとうございます。